はいどうもしゅうやんです。追放選挙続きからやっていきますよ。あのですね、公式サイト見たらね、殺す順番決められるらしいんですよ。いやーこれは困ったねって感じ。誰から行こうかってのをね、自分で決めなきゃいけないって結構酷だよね。コンティニューロード。まあでもしゅうやんだったらね、やっぱ男だしハーレム作りたいから、男を片っ端からやっていくつもりでいようかなとか思うけど、それだとそれで見てる人たちの反感も食らいそうだから悩んでおります。とりあえず最初の一人をまず決めなきゃだなって感じ。はい、やってきます。長い。アリスの説明が終わった。整理しなければならないことが多すぎる。おい、お前ら全員に言っておく。俺を対立候補なんかに選びやがったら後悔させてやる。なんてやつだ、脅してきたぞ伊月。最初に動いたのはあやら伊月だった。他人の目につくのを嫌がったのか、それとも何かに向けて動き出すためか、個性のない捨て台詞を吐き捨てて部屋の外へ歩いていった。さあ白秋様、参りましょう。次に双子に脇を抱えられて泉白秋が部屋を出る。じゃあね。双子は脳裏を除けば最年少のはずだが、アリスの話に動じた様子もない。興味がないんだろうね。もう泉白秋を気遣う余裕さえ見せている。その二人に挟まれた泉白秋もどこか他人事のようにされるがままだった。行きましょう、ミオリさん、ユーリ。三人グループってのが一番厄介だよね。仲良し三人のうちどっちか一人をやらなきゃいけないって考えてるんだろうね。二人しか生き残れないわけだし。そして思い悩んで動けやばい、今日もやばいぞか。そして思い悩んで動けそうにないし兄弟を最初に正気にも最初に正気に戻ったらしい。ちょっと待って、読み直そう。そして思い悩んで動けそして思い悩んで動けそうにない兄弟を最初に正気に戻ったらしい道宗が連れて出る。自分だって怖いはずなのに、正義感の強さがそうさせているのだろう。さあ何を作ろうかな。もう全然気にしてないね。何かを思い悩んでいたように見えた仁長寺一世も薄い微笑みを浮かべて立ち上がった。カナメ、私たちも戻る？いや、俺はもう少しここに残る。アリスは消えてしまったが、俺にはまだ話すことがある。二人は先に戻ってて。わかった。ノーリちゃんは連れて行った方がいい？イチカは理由は聞かずに結局はうなずいてくれた。行こう、ノーリちゃん。ノーリの手を引いてイチカが部屋から出ていくのを見送る。改めて部屋を見ると、いつの間にかユリゾのしほりもいなくなっていた。何？それを確認してから何もない空間に向かって呼びかける。アリス。はーい、お待たせ。何か用かな。一瞬で現れたくせにくだらない冗談だ。それで条件は？ちゃんと覚えてたんだね。えらいえらい。条件は？せっかちだな、カナメ君は。条件は簡単。君には必ず立候補してもらう。くぁ、そうきたか。でもそっちだったらまだいいかもね。だからそれこそ相手を自分で選べるってことなんだろうね。対立候補は好きに決めていいよ。あ、やっぱりそんな感じだ。それだけか？うん、それだけ。でもさ、急がないと誰かが立候補しちゃうかもよ。そうなったら取引はおしまい。君が諦めるまで何度でも記憶を消すことになるね。ああ。別に不都合はない。どうせこちらから選ぶつもりだった。表立って動かず、人数が減ってから動き出すというパターンも考えた。だがそれではコントロールができない。誰かに人間関係をぐちゃぐちゃにされた後、残されたものがどう動くかを予想するのは難しい。それなら最初からどの順番で消すか、こちらの手の中で決めておく。それが俺の目的のためには最も勝算の高い方法だった。うん、そのはずだ。それで誰にするの？もういきなり選択狭まれるの？ちょっと待ってよ。すぐに決める。もう少しだけ待ってろ。すぐ決めないで。なんかカナメ君さ、他の人と話すときと口調が違わない？偉そうっていうか遠慮がないっていうか。そりゃあさ、年長者に敬語を使うのはわかるよ。一世君とかしほりちゃんとかにさ。年長者？お前もそうなのか。あ、年齢の話はやぶへび？
レディーに年齢を尋ねるなんて失礼だって前にも言ったよね。もうこの会話何回目？ 3 回目ぐらいじゃない？この流れ。もういい、黙ったろ。はあ、仕方ないな。今この時点で決めるべきなのは分かっていた。遅くなればなるほど他の誰かが立候補する可能性が出てくる。だがそう簡単に立候補できる者があの中にいるとは思えない。選挙が進めば状況も変わってくるだろうが、今はまだリスクが大きすぎる。そのリスクを負ってでも立候補したいと願うのは、死の危険性よりも優先する何かがあるものだけだ。例えば俺のような。考えろ。誰から消す？いや、誰というよりもどのグループから消す。そう考えた方がいい。選挙の中では匿名性が保たれるという話だが、俺が立候補していることが絶対にバレないとも限らない。人数が減ってくればそのうち気づく者も出てくる。まとめて消した方が後腐れなく次へ進むことができるだろう。もう言ってることが怖い。そのためにあの9人をまずグループ分けを行う。姫の実より姫の有利、石像、忘れちゃったわ。石鶴だっけ、道宗。彼らを仮に A グループとする。そして伊住白秋、立野宮アーシャ、立野宮川社、これを B グループ。最後にどのグループにも属さない3人。任長寺一世、百合園しほり、綾良伊月、これを C グループ。最も避けなければならないのは複数のグループが組んで俺たちを狙ってくること。そうだね、バレたら終わりだもんね。選挙の中身次第だが、反発を受けるような強引なやり方をすれば警戒されることになるだろう。それ以外にも俺たちが孤立するような状況はあるだろうか。まずは中途半端にグループの誰かを残した場合、 C グループを除き俺にグループ内の誰かを消されたと気づかれたらやばいね。別のグループと組もうとする可能性が出てくる。ただし今はまだ別グループと組もうとまでは考えはしないだろう。この中にアリスがいるかもしれないという疑惑が完全に払拭されたわけではない。次に別のグループの誰かを消したとすると、同盟の可能性はさらに高まるか。 C グループも疑われるだろうが、誰一人欠けることなく残った俺たちグループも当然疑われるだろう。危険な、いや危険だと思える人物は早めに消した方がいいと共通の目的を与えてしまう結果になる。ならやはり同一グループの中から順番に消していくべきだろうか。なあ、 ABC から消していけってこと？消されているのが自分のグループでなければ生還を決め込むのが最も得策だとわかるはずだ。やばい、今日ちょっとカミカミ、ごめんなさい本当。まずは3人、残りが9人になって、なおグループが俺たちを含めて3つならば、その頃にはその6人のことも少しはできているはずだ。理解できているはずだ。やべえぞ。 A グループ、B グループなら人間関係をかき回す。 C グループはおそらくの段階でも団結はできない。2つ目のグループを消せれば先は見える。どうする？知るって言っちゃった。そんなにうまくいくだろうか。いや、行かせなければならない。そのためにはどれだけ卑劣になろうと、どれだけ犠牲を払おうとも、まずは3人どれかのグループを消す。メリットはデメリットは順番に考えろ。お、 A グループ、姫の実より、ユーリ、道宗、彼らは家族友人で結束が固い。 A グループを最初に選ぶメリットは、後々厄介になりそうな固まった賛否を早々に消されることだ。それは確かに言えてるかも。今はまだ誰もが混乱している。いきなり一人消されれば急に修復は不可能だろう。デメリットは逆に彼らが最後まで残ると確実に賛否が俺にのしかかってくる。仲間に引き込めないもんね。脳裏の票は数には入れられないため、こっちは俺と一花の2票だ。人間関係を崩すための時間が足りるかどうか。じゃあできる限り後半に回した方がいい。違うか、後半に回しちゃダメなのか。じゃあ先手で A グループから行く。時間をかけて3人の関係性を崩壊させることができれば、その差を埋められるだろうか。で次は B グループ。伊住白秋、アーシャ、カーシャ、はい、彼らは正直まだつかみどころがない。双子が伊住白秋を慕っているのは確実だ。だがそれだけではない。
何かがあるような気もする。メリットはその不確定要素を消せること。双子のどちらかを消した場合、残りの2人は結束するだろう。結束するかな、するか、どうなんだろうね。でもなんかずっといがみ合ってるもんね、この2人は。いすみ博士を消した場合も同様に双子の恨みはこちらに向くだろう。あ、そっか、恨まれちゃうか。だが2人だ。この段階ならそれほど怖くはない。デメリットは、人間関係を把握するだけの時間がないこと。結局表面上はよくある三角関係にも見えるが、そうじゃなかったら異常とも思える双子のいすみ博士への執着だが、3人の関係を想像以上に複雑にしている可能性は。やはり時間がかかりそうだ。じゃあこの3人が一番害がないかな。全員単独犯だもんね。単独犯って別に犯罪は犯してないけど。C グループ、二丁実生、ゆりぞのしおり、あやらいずき、彼らは正確に言うのならグループですらない。そこにつながりはないし、注意すべき点が現状一番少ないグループだろう。メリットはとにかく人数を減らせること。彼らを全部消して残りは6人。この3人は他の誰ともつながりがないし、消えたところで気にかけるやつもいないはずだ。最初に消したところで警戒される危険性が一番低いグループだとも言える。デメリットはメリットの裏返しでもある。方法、消しやすいグループだけに最後まで残しておいても脅威になりにくい、最後まで残されたらさすがに団結してグループを組むことになるだろうが、メンバーにも難がある。あやらいずきは今まで、周りに散々悪態をついてきたし、リゾのしおりは周りにほとんど興味がなさそうだ。確かに言えてる。死がかかっていれば変わろうとするだろうが、それでも急に他のグループのように一致団結はできない。アリス、もうさ、帰ろうと思ってたところだよ。まずはグループを決める。グループ？いや、こっちの話だ。その上で俺が最初に選ぶのは、おっとくっそ、やっぱ俺が決めなきゃいけないのか。待ってよ、もうあれ、待って、考えさせてね。 A グループがあの仲良し3人組でしょ。 B グループは恋の三角関係で、 C グループは単独犯たちだよね。あー、できればだけど、しほりちゃんがまだよくわかんない存在だから、しほりちゃんは残したいんだよね。だから C グループは残しての A か B で行きたいんだよな、行くなら。まあでも B だと今度はアーシャーちゃんがいるから嫌だってしな。消去法になると A になっちゃうんだよな。でも A は A でな、あんなまだまだ幼い子たちよ。いやでもな、ルーレットするとどうなるかな。 B、 いやダメだ、 B は結局 A なんだよな。やるならもう A グループ行こうかな。 A かな、A 行きます。はい、ごめんなさい、 A グループに好きなキャラがいる人たち、ごめんなさい。でもシュヤンはもう覚悟決めました。 A から行きます。はい、A グループだ。次に誰を選ぶか、もう少し時間が欲しかったな。姫の身寄りはあの中では最年長で、ユーリの姉でもある。少し頼りなさそうに見えるが、それほど弱くはないようにも思える。ユーリも慕っているし、あの中で一番扱いにくそうな石月だっけが守ろうとしている人物でもある。ユーリはこの中では一番重要度の低い人間に見えるが、最初に消したら残る二人はどう出るだろうか。道宗って呼ぶね。道宗は身寄りを守ろうとしているが、恋人であるようには見えない。慕ってはいる感じだけどね。ただの憧れか恋心かはまだわからないが、友人である有利よりも親しみつには思えない、残る2人をつなぐ最も強い鍵である人物とも言えそうだ。道宗は最初に消したらどうなる。名字忘れちゃうのよね、この子。彼は周りへの警戒心が一番強い、正義感も強く、この中では一番扱いにくい人物だ。最初に消す選択としては十分にあるだろう。ここから誰を最初に消すか。おっと、これもゲームの流れでやってくれよ。ちょっとほんとさ、こういうの一番やだ。誰行く、誰、あー、くー、ちょっと待って、考えさせて。はい、ごめんなさい、ダメだ、ちょっと決められない。あのまだね、こう嫌いになる要素すらないからね、決められない。だからルーレットします。今度これは真面目のルーレットでいきます。もうそこに止まったらもう変えません。いきます。
3、2、1、はい。あー、みおりちゃんか。いや、でもみおりちゃん一番最初に躊躇してくれた子なんだけどな。いや、でももう決めます、これで。いきますよ。このゲーム、精神的にきついんだけど。なんとなく分かっちゃった。え？何がだ？いや、なんでもないよ。それで、誰を選ぶの？姫のみおりだ。その次は、姫のゆうりと、イシルギ道宗になるのかな。イシルギか、はい。どうしてそれを、とは聞けない。答えが合っていると、認めたことになる。ああ、ダメダメ。それじゃバレバレだよ。もちろん、どうしてそれを、なんて聞いてもバレバレだけどさ。何言ってんのって顔でバカにするようじゃなきゃ。まずはグループを決めるって自分でさっき言ってたでしょ。聞かれてた。はい。誰がどのグループかまでは話してはいなかったが、アリスの予想に間違いはない。まあ、大体予想つくよね。これ以上隠しても意味はない。選挙が進むうちに嫌でもバレる。そうだけど、それがどうした。いや、面白い考え方だなって。君、まともじゃないよ。一気に3人も消すことを決めちゃうなんてさ。いや、待ってくれ。シュヤンはだいぶ悩んだぞ。いや、グループは結構すんなり決めたけど、残り1人を決めるところで相当悩んだぞ。あ、これ褒め言葉ね。それはどうも。じゃあ、立候補と対立候補が無事に決まったところで、僕はそろそろ行くよ。どこに行くつもりだ。何言ってるの？いつも用事が終わったら消えてるじゃないか。少し神経質になりすぎていたようだ。いつもと同じ言葉だったはずなのに、アリスがどこかへ行って何かをするような、そんな気さえしていた。これからの自由時間、思う存分楽しんでね。楽しめるわけがないが、そんなことは理解しての発言だ。ああ、楽しんでやる。いい心がけだね。じゃ、またね。待て、もう一つだけ確認したいことがある。何何？さっきの12人目について。答えないって言ったでしょ。それじゃ、もう行くよ。ミサは生きてるのか。あ、やっぱりそういうこと。あ、生きてんの。いいね、いいよ、カナメくん。アリス。今のアリスの呼び方、ちょっと嬉しそうだったよね、カナメ。アリスって。残念だけど、ミサちゃんは確かに死んだんだ。おい。その事実は変わらないし、変えることもできない。おい、俺のぬか喜び返せよ。噛んだし、お前。でも、いい線言ってたから、特別にカナメくんにだけ教えてあげちゃう。いい線。確かに12人目はミサちゃんだよ。え？君が知る限り、この選挙に参加する資格があるのは確かに彼女だけだからね。そういう発想に至ってもおかしくはないけど、本気でそう思っちゃうのが君の面白いところだよ。ほら、猫がいたでしょ。一つだけ仲間外れの。だが、ミサは死んだはずだ。うん、君だって間近で死の瞬間を見てたよね。でも、ミサちゃんの可能性は捨てきれなかった。やっぱり君は他の人とは違うんだね。それともただの願望。残念ながらミサちゃんは確かに死んだよ。でも、ミサちゃんの人格を再現することは可能だったってこと。ああ、そういうことか。なんかそれもそれで嫌な話だな。不可能だ。あれ？おかしいな。僕が嘘をついてないってことは君にも分かってるはずなのに。君が何かを言ったことに彼女がどう反応するか。パターンは無限に見えるかもしれないけど、実際にはそうでもないんだよ。考えも思想も行動も全てを再現できるとでも。バカバカしい。例えば、君は絶対に復讐をやめないし、
奉仕一華は君を愛することをやめない。どうしてそう言い切れる？なぜわかる？君たちの今までの行動からわかるんだよ。ミサちゃんの場合ちょっと他の人より情報が少ないけど、それでも再現できる限りの人格を再現してあの選挙に参加してもらう。それほど長い時間お前と過ごした覚えはない。ここに来る前の話も含めてだからね。そんなに前から俺を、いや俺たちを見ていたのか？見ていたというのはちょっと違うね。でも君たちの情報は可能な限り調べたよ。いやそれでも人間の行動パターンは有限じゃない。限界は存在するよ。人は空を飛べないし、知らない言語を話すこともできない。想像もできないことは実現できない。突拍子もないことを思いついても実行するには理由がいる。例えば君が今僕の限界を試そうとして僕の予想を超えた行動をしたとする。それは確かに再現できないだろうね。でもそんな過程には意味がないじゃないか。僕が再現するのはその人が選挙の中でどんな風に考えてどう行動するのか、それだけだからね。言ってる意味わかる？ま、わからなくてもいいよ。とにかくミサちゃんには参加してもらうし、再現できる限りのミサちゃんを僕は再現する。それだけ。なぜ教えた？なぜって聞いたのは君じゃないか。なんてね、面白いからだよ。ミサちゃんが選挙の中でどう考えるのか、それをカナメ君がどう思うか、とっても興味深いじゃないか。どうせアバターで中身はわからない。そうだよね。だから最初に教えておいてあげる。アバターは毎回変える予定だけど、ミサちゃんだけはずっと同じ。仲間外れの猫ってことで覚えておいて。もうそれ相当嫌なんですけど、とりあえずミサちゃんのクローンがまたじゃねえか、ミサちゃんのクローンが作られてるってことね。分かった。それじゃあ話は終わり。有意義な時間を過ごせて楽しかったよ。話は終わった。疑問も解けた。気にする必要はない。アリスも言っていた。それは再現されただけの疑似的な存在だ。ミサじゃない。そんなものに惑わされるわけがない。それだけ覚えていればいい。とにかく今は一華と脳裏の元に戻ろう。一華に全部話してこれからの方針を決める。すべてはそれからだ。いやーちょっとしんどいねこのゲーム。ちょっといや、デスゲームちょこちょこやったけど今んとこ一番しんどいかもしれない。自分で選択しろってのがちょっときついね。はい、今まで選択するデスゲームやったことないもんね。シュウヤン、カナメ、どうだった？エチカはアリスとの取引もそのために今まで会話をしてきたことも何も知らない。ただ俺が何かをしてきた目的のために行動してきたと推測してそう言ったのだと思う。彼女の俺に関する推測はいつも正しかった。最初に殺す相手を決めてきた。殺す？姫の身寄りだよ。カナメ、殺すって？ああ、ダメだって言ったのに。え？予想していた通り、アリスが会話に割り込んできた。ただし想像していたよりもずっと迅速で、その口調には容赦がなかった。いつもの作り物めいた明るさがない。その声に感じたくすんだ色は、怒りのように激しくはなく、冷酷なほど冷めきってもいなかった。ただ事実を述べているだけのような、静かな、それでいて支配的な音色。俺は自分が立候補したなんて言ってないよ。口に出す前に、部屋の扉を開ける前に何度か考えていた。ルールを聞いた時から、その可能性について心の中で何度も考えた。俺は殺すと言っただけだ。
どうやって殺すか、その方法までは言ってない。ふーん。呆れたような不機嫌そうなアリスの声、それが逆に安心だった。見事に上げ足取ってやったぜアリス。もし俺の考えが間違っていて、アリスが俺に処罰を下すことを決定したのなら、彼女はそんな声は出さずに不敵に笑うだけだっただろう。ここまではいいな。これは賭けというよりもただの確認に過ぎない。ルールを遵守する者はルールに縛られる。とりあえず最後まで言わせてあげるよ。俺はあの9人全員を殺したい。それはお前も知ってるはずだ。まあね。その方法は選挙だけじゃない。例えばその辺を歩いてる時にだってやろうと思えば殺せる。凶器はレストランの厨房にある刃物でも、先の尖ったペンでも、ロビーに置いてある重そうな椅子でも、何でも可能だ。だから何？仮に俺がそういった方法で相手を殺したとしたら、殺した瞬間君も死ぬことになるね。じゃあ殺す直前に思いとどまったら、音がめなしだね。殺してやると口に出しただけなら。ああはいはい、そうですね、君の思ってる通りですよ。俺は殺す決意を固めてその相手を一華に教えただけだよ。でも君は選挙に参加するつもりだって一華ちゃんにはあらかじめ伝えてたでしょ。一華ちゃんはちゃんと理解してるみたいだし。急に話を振られた一華はこちらに一度も視線を向けることもなく、いかなる感情も表に出さず静かに答えた。何のことですか？私には分かりません。なんかすごいね、一華ちゃんもなんか主人公のナイスタッグって感じだね。ナイスペアか、相方だね。嘘はいいよ一華、言われなくてもいずれ気づいただろうけど、君が気づいたのはアリスが言ったからだ。そうだね。それでアリス、それがどうかしたのか？大体分かったよ、君が言いたいことは。きっと一華なら名前を告げようと告げまいと何も言わずに全て受け入れてくれただろう。ただ俺が一華に言いたかった。認めるんだな。まあこの件は君がルールの穴をついただけで、そのやり方は僕の好みでもあるし認めるよ。ただしこれは貸しだからね。それに今以上に警戒はさせてもらうよ。おっと、警戒？カナメ君がピンチに陥った時にさ、自分が死んでもいいって考えで相手を殺しちゃったりしたら面白くないからね。だからこの件に限って言えば、直前に思いとどまったなんて言い訳は聞かないよ。僕はいつでも君を監視しているし、君が誰かを選挙以外の方法で殺そうとしていると判断したら、その時は一華ちゃんにも死んでもらう。なんてこった、道連れになっちゃうのか。何も問題ありません。全然もうビビってすらいないね一華ちゃん。ああそれでいい。それにしても随分危ない橋を渡るもんだね。それを告げることで一体どうなるっていうの？意味はあまりないのかもしれない。ただ言いたかっただけだ。まあそういうところも面白いね。じゃそういうことで。現れた時と同じように煙のようにアリスは消えた。残された俺たちは顔を見合わせる。先に口を開いたのは一華だった。私は何をすればいい？俺は殺す決意をした。誰を殺すかも、この先誰かを殺していくかも。今は何も。ノーリと一緒にここにいて。ってことは俺の個人プレイか。頑張ろうな、カナメ君。いいよ。それを、俺の決意を知っている人がいる。それだけで今は良かった。ノーリ。ソファーに寝転がっているノーリに話しかける。ノーリは自分が呼ばれていることにも気づいていない。それでも、うん、お、返事した。必ずお前を守る。あの日ミサとした約束を思い出す。今俺はノーリとミサを少なからず重ねて見ている。でもそれが悪いことだとも思えなかった。それじゃあカナメ、
お昼ご飯にしよっか。あ、そうしよう。殺すのを考えるのはその後でね。これが新しい日常の始まりだった。さて、誰に会いに行こうか。おっと、ここで選択肢が来る。また何？ちょっとミオリちゃんに会う勇気俺今ないかな。しんどいよね。あ、人長実生さんがダイニングで一人だね。ラウンジには、まあ、白秋さん、アーシャちゃん、カーシャちゃんだね。お、イズキくんだっけ。まあ、一人だね。あの子がいないね。なんつったっけ、名前出てこねえ。なんつったっけ。しほりさんだ。しほりさんがいないね。個人プレイしてんだろうね、どっかで。どうしようかな。あーしゃかーしゃに話しかけようかな。時間は？時間も、あ、でも時間一旦いいとこまで来たんで、今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたらとても嬉しいです。とりあえず、白秋さんたちに話しかけてみようかなって感じ。本当はしほりさんが一番気になるんだよね。なんか、今のとこ情報が何もないからさ。うん。はい、ということで、シュヤンでした。またね。